つ適当に。パートナーの人って、え、何してる人？あ、製薬会社の研究開発。なるほど。何がなるほど？うん、影響あった。あ、ウイルスの研究データの流出とかはあったけど、それはどこもそうだったし。うん、もともと顕微鏡を覗く仕事だから、あんまり影響っていうのはないかな。そっか。何の帰りだったの？お茶を習いに行ってて。へえ。何？ううん、なんか不思議な感じがして。でもきっと似合うね、すごく。お茶ありがとう。今から入れるのは申し訳ないけど普通のやつね。お構いなく。羊羹食べる？凍らせてるやつだけど。いただき物のトラヤ。いいの？うち私以外そんなに和菓子好きな人いなくて。もったいない。なんかお手伝いできることある？大丈夫、座ってて。あ、触らないで。ごめん。ごめん。お子さん好きなの？そうなの、息子が。恥ずかしいな。でも今のアニメって面白いから。受け取る荷物っていうのもアニメのブルーレイなの。ほら、配信系とか全部ダメになっちゃったでしょ。一昨日受け取るはずだったのが受け取れなくって。そうするとすっごく機嫌悪くなるから。一緒に見たりしないの？しない。見る？もう今すっごい見てる、暇だから。私はそういうのもう全然わかんない。会話にもついていけない。見たら話もできるよ。うん、でも興味が持てないから。人の趣味をどうこう言う気はないけど、私は興味がないの。あ、それ夫の母のなの。へえ。ピアノは今も弾く？え、全然。そっか。私もでも娘のバイオリンの伴奏くらいで全然。なんだか話題が途切れるの怖がってるみたい。そう？あなたはさっきから大事なことを何も話そうとしない。20年ぶりに会ったのに。大事なこと？あなたは今幸せ？